私の名前は細川伊織です。大切なものを、そして何かな、今ソルトのインターンとして教会で、インターンをしています。私はベーシストとして、まあ、演奏する仕事をしていますね。あとは、まあ、夜のお店、六本木のクラブで演奏したりとか、まあ、してます。あとはそうですね、まあ、作曲したりとか作詞したりとかいうふうな形で、まあ、一般のライブハウスでライブしたりとかしますし、あわりの働きは聖書にはお互い愛しなさいという言葉が書かれているので、私たちはそれを本当にあわり姿形が違くても神様が作られた作品なので、皆さんみんなはだからお互いに神の愛を持って愛し合うということが大切だと思っています。すべてのこの被造物は全部作られたものなので、神様が私たちを芸術的に作りましたから、それがお互いに共存するために、コミュニティを持って共存するために、また共鳴し合うために作られましたから、だから私たちは本当に神の作品だと言えると思います。憐れみの働きは、そうですね、大きく分けて2つあると思うんですけども、1つは災害支援として、まあ、津波が起きた時にから関わっている東北に災害支援に行ったりとか、あとはそうですね、最近は熊本の地震があったのでそこにボランティアしに行ったりとか、もう一つは東京で、この皇居でお弁当プロジェクトという働きをしています。それは東京のいるホームレスの方にお弁当を配るという働きなんですけども、私たちはそれを通して神様の愛を分かち合っていくことができたらなと思っています。私たちにはコミュニティが必要だと思いますね。それは誰でも必要だと思います。人は話さないとだんだん何ですかね、自分に諦め出してくる、やっぱそれを支えてあげていくコミュニティが必要だと思います。だから私たちは月2回行って励まし合う、励ましていくっていう形で、話しすることで一人じゃないんだよっていうことを分かち合うってことが大切だと思います、あなたは忘れられた存在じゃないですよっていうことを、私たちはこの働きを通してお互いに関係ができたらいいなと思っています。本当にそのカジュアルにお互い友達として会いに来たよという形で接することができればと思っています。いくら傷ついたとしても本当に励まされることが傷つく人もいたりとか、何か物をあげることも傷ついたりする人がいるんですけども、でもそういうんじゃなくて気軽に友達のように接することができるのがいい関係かなと思ってます、向こうもそういうふうに接していただける方がいいと言ってたので、特別な扱いをせずに、まあ友達に会いに来たような形で私たちは普段関わり合いたいなと思っています。希望の光を灯そう、一緒に一緒に。